キング成功ファースト AD 文字盤 14KGF ケース。キング成功の手巻きモデルです。キング成功は1961年昭和36年8月に亀戸の第二成功社にて開発されました。グランド成功に次ぐ高級腕時計として成功の時計師に燦然と輝く代表的な腕時計です。今回ご紹介するのはそんなキング成功のファーストモデル、63年製造の後期型です。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー、多面カットのバーインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ、ノンデイと中山張りの洗練された風貌デザインです。14金張りケースはラウンドフォルム、裏蓋は縦メダリオンのスナップバックです。成功の革ベルトと成功尾錠を装着しています。現行品にはない雰囲気を楽しめる国産アンティークの魅力が詰まった一品です。成功。成功は創業よりこれまで数々の革新的な商品の開発とともにオリンピックなどの国際スポーツイベントを通して時と時計の文化や産業の発展に貢献してきました。創業から100年以上もの歴史を刻み続ける日本が世界に誇る時計ブランドです。操作方法。ケース右サイドにあるつまみが龍字です。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので毎日龍字でゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。龍字は右回し時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。龍図を引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック秒針停止機能はありません。サイズ。ラグ幅 19mm、 ケース径は約 35mm、 龍図含まず縦ラグからラグまで約 43mm、 厚さ約 9mm、 風防含むです。キング成功ファースト初期型 J14102 キング成功の手巻きモデルです。キング成功は1961年昭和36年8月に亀戸の第二成功社にて開発されました。グランド成功に次ぐ高級腕時計として成功の時計師に燦然と輝く代表的な腕時計です。今回ご紹介するのはそんなキング成功ファースト、入手困難なラグの細い初期型モデルです。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー、 14K のバーインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ、希少な SD マークのノンデイと中山張りの洗練された風貌デザインです。14金張りケースはラウンドフォルム、裏蓋は縦メダリオンのスナップバックです。成功の革ベルトと成功尾錠を装着しています。現行品にはない雰囲気を楽しめる国産アンティークの魅力が詰まった一品です。成功。成功は創業よりこれまで数々の革新的な商品の開発とともにオリンピックなどの国際スポーツイベントを通して時と時計の文化や産業の発展に貢献してきました。創業から100年以上もの歴史を刻み続ける日本が世界に誇る時計ブランドです。操作方法。ケース右サイドにあるつまみが龍字です。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので毎日龍字でゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。龍図は右回し時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。龍図を引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック秒針停止機能はありません。サイズ。ラグ幅 18mm、 ケース径は約 35mm、 龍図含まず縦ラグからラグまで約 42mm、厚さ約 9mm、 風防含むです。
キング成功ファーストモデル。1961年製初期型手巻き。14金針 REFJ14102。キング成功の手巻きモデルです。キング成功は1961年昭和36年8月に亀戸の第二成功社にて開発されました。グランド成功に次ぐ高級腕時計として、成功の時計師に燦然と輝く代表的な腕時計です。今回ご紹介するのは、そんなキング成功のファーストモデル。入手困難なラグの細い希少な初期型です。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー。多面カットされたバーインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ。ノンデイと中山張りの洗練された風貌です。14金針ケースはラウンドフォルム。裏蓋は縦メダリオンのスナップバックです。ノンマーク側ベルトと成功尾錠を装着。当時のボックスが付属します。国産アンティークの魅力が詰まった一品です。成功。成功は創業よりこれまで数々の革新的な商品の開発とともに、オリンピックなどの国際スポーツイベントを通して、時と時計の文化や産業の発展に貢献してきました。創業から100年以上もの歴史を刻み続ける、日本が世界に誇る時計ブランドです。操作方法。ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き、止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。カッコ、秒針停止機能はありません。サイズ。ラグ幅 18mm。ケース径は約 35mm、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約 43mm、厚さ約 10.5mm、風防を含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。